ボイニッチ思考、フォリオ 5R、つくばね荘、パリス。パリスはつくばね荘属の植物で、約30種あり、日本では3種を確認できます。約30種のほとんどがアジアに生息しており、ヨーロッパに生息する品種は少ないです。マテリアメディカに載っていたのは、このヨーロッパに生息していたパリスクアットリフォリアでした。パリスクアットリフォリアは大きな葉っぱが4枚という特徴を持っています。パリスの古い植物図では、おそらくこのパリスクアットリフォリアが描かれています。ボイニッチ思考では9枚の葉っぱが描かれています。ウィキペディアには、上端に4輪性または6から10輪性する大型の葉を持つ、と書かれているので、パリスの品種の中には葉っぱの数がボイニッチ思考に適合するものもあります。ボイニッチ思考に描かれているのは、中東やアジアの品種かもしれません。つまりボイニッチ思考が参考にした本は、マテリアメディカのようなものの中東バージョンの可能性があります。ただ、英語版のマテリアメディカに載っていたのはパリスクアットリフォリアだったので、パリスクアットリフォリアから文章を引っ張ります。4-77、トリカブト提案、トリカブト、フックス、ソラナムコットリフォーリアムバッカサイフラム、バウヒン、パリコットリフォーリア、リナエウス、ハーブパリ、その他の使用法、トリカブトナペラス、トリカブト変数、アコニカムピラミデールモンクズフード、アコナイト。ウルフズベーン有毒 A コナイタムにはシクラメンに似た3つまたは4つの葉がありますまたはキュウリ、それでも小さくて少し粗い、とともに20センチの茎等に似たねアラバスターのようにきらめくサソリの。彼らは有サソリに適用されたこれの根は彼を無感覚にします。そして彼は彼に適用されたヘレボルスによって再び育てられた。それまた、目の痛みを和らげる薬と混合されています。ぶっと肉の塊に入れて与えられると、ヒョウを殺します。メス豚、狼、そして全ての野獣。とも呼ばれますパーディリアンチズ、キャマラム、テリフォナム、マイオクトノン、またはセリオフォノン。トリカブトのような毒を持っているようです。以上です。